タスクで使いたいのに、M4 が高い。っていうか、店売りが売り切れてる。そんなお悩み、ございませんか？そんな時でも大丈夫。安い M4 の組み方を紹介します。まず、プロキルメダルを2つ購入しましょう。そしたらメカニックの交換で M4 を入手します。この M4 のベースに、不必要なパーツを抜いていきます。ハンドガード、スコープ、バレルは売却です。こんな感じです。次は外したハンドガードとバレルの調達に行きましょう。アダーをフリマで購入します。これのバレルとハンドガードを使います。これにサプレッサーとガスブロックをつけて、レーザーやグリップを乗せたければこのハンドガードもいいですが、今回は安さ重視でアダーのハンドガードを乗せちゃいます。ちなみにハンドガードの差額は8000ルーブルほど。余ったパーツを売却して、これでだいたい7万5000ルーブルで組めます。ノンカスタム M4 とだいたい同じくらいですね。サプレッサー付きでこれはなかなか安い。ということで、激安 M4 の作り方、でした。この後はこの M4 でレイドに行きます。どうも、コネです。それでは、M4 タスクといえばナショアラインでやっていきましょう。気持ち的にはウェットジョブパート1。ちなみにショアライン、アップデートで結構地形が変わったんだよね。起伏がめっちゃ増えたんで、遠距離から撃たれても車線が切りやすくなったり、リゾートとロードトゥーカスタム出口の間に倉庫が追加されて漁り場所が増えたりしました。まあそのあたりは普通の拡張って感じですが、一番大きいのは脱出口の追加。リゾートのすぐ近くの滝に、パラコード脱出が追加されたんだよね。これのおかげでリゾート周回が超快適。あさってすぐ帰れるのですごくいいんですよね。ということで、快適なリゾートを見せていきたいところです。地形の変更で、リゾートの登りもだいぶきつくなりましたね。ヤギのごとく登っていきましょう。ヤギジャンプ。めーげてて。ふふ。はい、入り口がこんな感じです。右からも入れるようになりました。これで中央入り口の方にもアクセスしやすくなりましたかね。ま、今回は脇的に早そうなのでこっちから入りますけど。あれ、扉閉まってる。なんだスカブさんか。先客がいるのかとびっくりしたよ。鍵もしっかり持ってきたので漁りましょう。パラコードも鍵も持ってこないといけないのがリゾートの辛いところだ。いいね。あ、そういえば、今シーズンからずっと使ってたプレスアーマー。どうやら最近までフロントアーマーの判定が消えてたらしいですね。もう修正されてるみたいですけど、全然知らなかったです。もっと早く知りたかった。ちなみにこのプレスアーマー、スキアーの交換でかなり安く手に入れられて、プレパーのレベルごとにクラス4、クラス5と段階的に強化できるので序盤結構便利なんですよね。保険で帰ってきやすいし、帰ってきて5プレートに差し替えたりと融通が効いて使いやすい。しかもサイドプレートも付けられちゃう。そんなアーマーなんですね。皆さんもぜひ使いましょう。足落としたね。先入りいたんだ。一階じゃない。すぐ右の階段で待たれてそうだな。グレネード握ったら動くかな。反応なし。もう本当に投げちゃおう。お、動いた。これ複数いますね。
こっちから攻められないかな。うげ、スカグ。ぬぬぬぬ。ダメだ、離れよう。お、相手も撃たれてる。これはチャンス。いた。オッケー。左はカバーに来ないのかな。やば。これで来る？デスカルさん生きてるのか。左動いてこなさそうなのでこっちから行こう。あー、やめてやめて。うわー、いた。オッケー、退却。まだいるかな。とりあえず弾込めしながら音聞こう。あ、これ T90 の弾じゃん。じゃあクリアリングか。まあ、さすがに大丈夫でしょ。ちょっと怖いから音立てずに漁るけどね。こういう時は離れたところでサーチすればいいんです。どこに持っていこうかな。あ、そうだ。205もついでに漁っちゃおう。あれ？鍵、持ってなかった？あ、東側の鍵か。お、パラコード。このパーティーさんも快適リゾートライフを送ってるみたいですね。やっぱ便利だよね、この脱出。お、弾薬補充もできた。これ、さっきのリグも入れればすごい圧縮になりそうですね。この形のバッグ、これができるなら通常バッグと変わんなくない？これが足を引っ張る形のアイテムって、ほぼない気がする。長い武器がいっぱいある時ぐらい？このまま東塔も漁れそうな勢いだけど、さすがに重たいし帰ろう。ということで、最後に便利な脱出口をお見せして終わりにしよう。ということで、今回はコスパ M4 を使ってやっていきました。今シーズンは反動をあんまり気にしなくていいということで、安さに全振り、サクレッサーもついて本体価格を切ってるよ、ってカスタムでした。まあここから、ごてごていろいろ付け足していくのもいいと思います。個人的にはもっとエルゴを伸ばしたい。今期は反動よりもエルゴと軽量化が大切な気がしますね。で、この先の滝が脱出口です。ということで今回はこの辺りで。ここまでご視聴、ありがとうございました。